ジュース。級数の問題で逆正接関数の性質、解法のポイント、逆数件問題でやってます。性質がありまして、X が0以上で K イコール1、2、3に対して0タンジェントマイナス KX 2分の π およびマイナス2分の π がタンジェントマイナス 1K、 タンジェントマイナス 1KX が2分の π が成り立つ第1回一次ごまんじと平均できる第6問でいきます。第6、第6問、次の微分方程式の解で初期条件x イコール6分の π の時 y イコール8分の5を満たすものを求めなさい。 cosx 分の1 dydx プラス sinx3y イコール1で x が0以上2分の π 以下ある、これが問題です。解答、cosx1 で dydx プラス sinx の3乗 y イコール1、両辺に cosx をかけて dydx プラス 3cosx sin イコール cosx。 一回線形微分方程式の解の公式より y イコール e のマイナス sinx 3cosx 大括弧インテグラル cosx e のsinx 3cosx dx dx プラス c は積分定数であるという、ここで、sinx 3cosx dx を求めるとイコール 3sinx sinx dx イコール3ログ sinx イコール3ログ sinx、 なぜならば x0 以上2分の π より sinx が0以上になる、よって y イコール e のマイナスログ sinx の3乗インテグラル cosx e のログ sinx の3乗 dx プラス c イコール sinx のマイナス3 cosx ね、なんとかバーガー先生はすごいですね。 sinx3 sin4x プラス c イコール4分の 1x プラス3分の 3xc。 初期条件 x イコール6分の π の時 y イコール8分の5なので、8分の5イコール4分の1 sin 6分の π プラス sin 3 6分の πc、 これを解いて c イコール16分の1、よって y イコール4分の1 sinx プラス16分の sin 3x 分の1
これがこれです、出題ポイント微分方程式ポイント1回線形微分方程式の解の公式が y イコール xy イコール qx の一般解は y イコール e の bx dx のインテグラル bx x dx dx プラス c で与えられる。なお、まずしたの。思い出す。ただし、菊池君、積分因子、方程式の動段に積分因子、sin 3乗 x、cos x をかけると、計算が見やすくなり、dy、dx プラス3、sin 2乗 x、cos x、dy、3乗 x、cos x、これがイコール y sin 3乗 x の微分、これを積分して y sin 3乗 x イコール4分の1 sin の4乗 x プラス c は定数であり、すなわち一般解はイコール4分の1 sin x プラス sin 3乗 xc を、あと食面積の c をまとめればいいです。良いということですね。続きまして7、問題7、D